はい、皆さんこんにちは、今日は2020年の2月の7日12時3分に、ツイキャスでライブをしております、こんにちは、高くチャンネルの高くです。これね、ちょっと忘れないうちにね、伝えたいことがあって収録何かっていうと、東京オリンピックは、確実に失敗するでしょうってことを伝えておきます。なぜか、というのが、今日ね、たまたま見た椎名林檎さん、あ、指定さん、こんにちは。椎名林檎さんっていう人が、音楽監督なわけです。開会式とかね、閉会式の。で、総合演出が野村萬斎さん。で、映像監督は三丁目の夕日、オールウェイズかなんかの山崎さんとか、あと君の名はかなんか、なんかよくわかんないけど、そういう売りが得意の川島元気さんとか、なんかそういう人が、オリンピックの、開会式を、演出する、日本代表として選ばれてるというね、ことなんですよ。で、その私はね、ブラジルのね、閉会式の時のあれを見た瞬間、って思ったんですよ。あれが日本、あれが日本っぽいっていうふうに思ったんです、私は。で、あれからどうせ変わってないんで、さらにね、野村萬斎さんがあれから加わったから、なんかちょっとはね、日本的になるんじゃないかな、みたいな期待があったかもしれないけど、まあね、なんか、感は多分、歪めないなっていうことを言っときます。なぜかと言ったら、皆さん、椎名林檎が日本の音楽の代表ですか？椎名林檎さんって、私の印象ですよ。なんか愛人とか愛欲とか、なんかそんなようなイメージしかないですよ。そこからどう失敗につながるのっていうのは、そのメンツが日本代表っていうこと自体がもう、内容がね、失敗だっていうのはもうすでに失敗じゃないですか。うんこが流れてて、で、国立競技場が熱くて、でマラソンは東京でやらなくてとか、その時点で、流れ的にはもう失敗なんですが、オリンピックで一番重要なことっていうのは開会式と閉会式だと思うんですね、その国で。要するにその国が今どういう状態か、その国の文化、芸術は何なのかっていうことを伝える場だからみんな見るんだと思うんだよね。その場を仕切ってる人が、まず民主的に選ばれてないでしょ、そもそもが。選ばれてない上に、みんなが、この人は音楽を、日本の音楽を世界に発信する人間なんだとか、この人が演出することが、本当に世界にとって誇らしいことなんだって思いますか？このメンツで。本当に思ってますか？皆さん。私はだから、見た瞬間に、みたいな、これが日本っていう印象を与えちゃうのって、世界中にオリンピックは放送されますよね、当然。そういうことで、パプリカとか見ちゃって、パプリカとか、米津玄師とかの、あれが東京の、なんつうのかな、オープニングっていうかさ、東京オリンピックの、歌なんだかよくわかんない。俺も全然見てなかったけど、パプリカっていう歌を聞いた瞬間、何この幼稚な感じ、これが我が国の文化、芸術なんだっていう、なんだっていうか、そういうふうに喧伝されるということが、
あの日本の文化的ダメージ、教養的ダメージは計り知れないなっていうふうに私は思ってます。なぜかというと、2020年はもうこれからは AI、ロボット、バイオテクノロジーの時代になり、教養の時代、文化の時代、哲学の時代になるんじゃないかなと私は予想してる中、いやーと思って、まあちょっとね、オリンピック始まった後に、こう終わった後に後から言うと、まあなんかこう、うん、また乗っかってる感を言われちゃうから、もう最初に言っとこうみたいな。前からね、実はね、オリンピックは文化の祭典じゃないけど、もう今やそうなってるでしょ。うん。開会式とか、うん、そういう側面で見るんじゃないですか。で、私はね、まあ多角チャンネルで結構ねこういうこと言ってたんだけど、ポチョポチョポチョって言ってたんだけど、まあなんかこう全部俺の話長いんで、そのあの時言ってたでしょとか言ってもさ、聞いてない人はな、何って言われるかなと思って、ちょっと一個一個のトピックを先に言っとこうと思って、覚えてるうちに言おうと思って、今言ってます。なのでそのまあメンツもうみんな見てください。オリンピック開会式こう演出のなんとかな、こういう人たちが責任者としてやりますよみたいな感じをちょっと見て、でこれの人たちが織りなすそのいわゆる開会式の、その模様、そして閉会式の模様をちょっとイメージしてみてください、うん、その なんていうのかな、もう本当にね想像でするダメさ加減になると私は思ってますので、まあ、主観だからね、そういうものっていうのは主観だから私にとってだと思うんだけどね。いやでね、まあでも逆に言うと、その私も思ってるんだけど、逆に言うと、ああ日本はここまで落ちぶれてしまったと、ああと本当に戦後は終わるんだな、終わったんだなっていうことを日本人に印象づけるオリンピックになると私は思ってます。でまあね、なんとかな、キリスト教の人とかさ、なんか他のイスラム教の人とかも来るのに椎名林檎ってすげえなって。まあなんか最近ね、ちょっと見たら、それちょっとこの放送する前にちょっと東京オリンピックのあれ見て、パプリカなるものを見てみて、その後石川さゆりの、うん、なんとか温度みたいなのも見てみて、それで今日また改めて椎名林檎の歌なんかを聞いてみて、まあねって、野村萬斎さんは僕好きなんですけど、狂言師の、うん、まあでもどうなんだろうねみたいないうような、まあまあぼやきだな、ぼやき、うん、です、うん、まあまあ一応こう YouTube にも書いとくよ。それでまあその後ね、森永さんね、うん、終わった後にね語り合いましょうよ。オリンピック終わった後にその模様を見てね、うん、ということを、まあ伝えときます。じゃあまたねー。